皆さん、おはようございます。衆議院議員の原口和弘です。今日この後ですね、東京のに戻ります。いろんな会議があって、まあ、インボイスや、その後ですね、本会議、まあ、順調に行けばですね、まあでも昨日、入管法の強行採決という形でですね、非常に隠したまま、ああいうことをやるんですね。で、本当にありえないことが起きています。で、したがって、ちょっと今日の予定がどうなるのかっていうのはよくわかりません。まあ、とにかく朝の飛行機で東京に向かって、そして、さまざまな仕事をですね、していくわけです。で、今日は、この、スペースと、そして、Facebook Live で、お送りしてます。で、YouTube の番が解けて2日目なんで、YouTube にもしておこうと思っています。で、ちょっとまずお願いがあります。で、正直私たちに残された時間っていうのはすごく、短いと思うんですね。まあ、昨日の国会をご覧になってても、お分かりの通りです。で、いろんなものが隠されています。で、隠されているだけではなくて、まあ、なんていうかな。マニピュレートって言うんですけども、操作されています。で、操作されている中で、まあ、とんでもない方向に、向かっているという状況なんですね。ですから、こうやって朝、スペースなり、SNS で発信してるっていうこともですね、まあ、その中の一つであります。ただ、ちょっとお願いだからもう邪魔をしないでほしいんですね。本当になんていうかな、何の邪魔かっていうとですね、その真実を、覆い隠す方向、隠蔽にですね、手を貸す。で、そんな、つもりはないって、言うんでしょうけど、結果的にですね、それをやってるんですね。で、まあ私自身もちょっと自分の、生きるっていうことで残された時間っていうのは、それ、ちょっとまだわかりません。で、まあこのまま会期末を迎えるとですね、国会は、このひどい状況を、そのまんま放置したまま、お答えを差し控えます、お答えを差し控えます、言えません。答弁はできません。いや、もっと言うと、それは説明ができませんと。こういったままを残してですね、まあ、このまま、普通、彼らが、7月の9日ですかね、投票日の解散総選挙と言ったことを考えていたと思いますし、今も、それは変わらないと思うんですね。たとえそれが、7月23日になろうが、何しようがですね。でも世界はものすごい勢いで動いています。で、私自身もですね、今悪性腫瘍を、悪性リンパ腫と闘病中なんですね。で、ちょうど1週間前に、抗がん剤治療が終わりましたけども、おかげさまでこうやってご覧になりますかね。Facebook ライブの方はうっすらと髪の毛が生えてきました。しかし、どう考えてもちょっと、まだまだ、なんと申しますかね。その、残された時間がたくさんあるっていうふうに確信は持てないですね。まあ、これは自分自身のことで、こんなこと言うと一生懸命、頑張ってくだ、一緒にね、戦ってる、医療スタッフや医師の皆さんにも失礼なことだけど、しかしまあ、わからないっていうのはわからないです。で、本当にその、もうお願いだから余計なあれを邪魔しないでほしい。で、その邪魔の仕方がですね、結構なんていうかな、卑怯っていうかな。またこういうこと言うと余計向きになってやってくるから、あれなんですけども、例えば財政一つ取ってみてもですね、今日10時から、さっき令和新選
組の田谷さんともやり取りをしてましたけども、今日インボイスのね、あの藤井聡先生を呼んで、あの反対集会を院内でやるんですね。で、いやもうその緊縮増税路線で凝り固まるのはいいけど、その論理も何もなくあの攻撃するのはやめてほしいんですよね。それからこれもあの YouTube にするんで言えませんけども、さっきまでロバート F. ケネジュニアさんとか、イーロン・マスクさんがスペースやってましたね。僕もちょっと聞きましたけども、いろんな開示が進んでるんです。民主党の、その、ロバート F. ケネディ・ジュニアさんだけじゃなくてですね、トランプさんは、トゥルースソーシャルっていうので、これ日本からも入れるようになったんですよね。で、そういうのを見てみると、もう全然その日本の今の報道の状況とは、どうしてここまで偏るのと、どうしてこんなこと言えるのという、その、私はここでよくディープステートっていう話をしてますね。で、あの生物化学兵器って言ったことについても、これ私が言ってんじゃなくて、アメリカが自分たちがこうやって、あの、生物化学兵器の実験をしていたものが、武漢の例の研究所から漏れたんじゃないかって、これアメリカが言ってるんです。で、逆に中国は、そこに資金提供をしていて、そしてその資金提供をしていたものが、を漏らしたのは、あなた方じゃないかと、世界で、例えばウクライナにも、どれぐらいのその、生物化学、研究所があるかっていうのは、それ政府の機関、ロシアの機関であるとか、アメリカの機関であるとか、あるいはヨーロッパの機関であるとか、そういったものが、認めている話なんですよ。それぞれどこによるかによってですよ。何の研究所かっていうのは違うけども。で、それが兵器だったのか、あるいは兵器の途中の、その実験場のものがですね、漏れたのかと。それわかりません。だけど、実際に3年前に、ウイルスを研究している人が証言してますね。昨日、その動画を出しておきましたけども、まあ本当になんていうかな、こういう科学者たちにですね、研究っていう名の、世界の破壊の権利を与えてはならないと。あるいは、その後ろでですね、資金提供する人たちの生物化学兵器開発の禁止。これ条約の話ですから。世界の安全の話ですから。その話をしてるのに、まあ、日本では陰謀論と。まあ、そう思い込まされるのは結構ですけども、ぜひ、海外の方式に、議会とかで議論された中身を持って僕に反論してほしいんですね。で、ましてや、質問で、僕はもうこれからですね、今まで全部、予算委員会にしろ、何委員会にしろ、すべて、事前の、レクチャーを自分が聞くことの大枠をですね、全部、公開してきました。しかし、これ手の内を見せるということで、こうやって邪魔をする人が出てくると、それできなくなります。で、これできなくなると何が生まれるかというと、世界の人たちと共有できなくなるんですよ。そして世界の人たちだけじゃなくて、僕のこのレクチャーを見ながら、答えを、役所の中にも味方はいっぱいいますからね。それこそヒラメの官僚さんばっかりじゃないんですよ。ヒラメの官僚っていうのは自分の今だけ金だけ自分だけでですね、自分が、まあ国民を裏切ってもですね、自分の出世や、あるいは自分の保身のためにやるって、そんな人ばっかりじゃなく、むしろ逆の人が多いですからね。僕の質問レクチャーを見て、そしてさらに調べてくれてる人、あるいはちゃんと答弁しようとしてる人、あるいは政界再編に備えようとしてる人、そういう人たちも邪魔するんですよ。だからもうやめてほしいんです。本当にやめてほしい。もう心の底から申し上げたい。卑怯な手を使っても、でももう
そういうことをやっても、うちの党は揺るぎませんし、私自身がどっかの下っ端だと、その方々は思っておられるかもわかりませんが、いろんなところのマネジメントをやってますから、もちろん今全部海外に行くために無役にしてますよ。だけど、最低でも私は立憲民主党の佐賀県総支部連合会の会長でありますし、1区総支部の会長でありますし、あるいは様々な、この、超党派もそうですけども、そこの、議連も代表をしています。だから、あなた方が思うほど、その、なんていうかな、やわではないです。でも、やわではないけども、余計な手間を、やらせないでほしいっていうのはもう、ここを逃すと、10月のインボイスも、それから今、まさに NATO を呼び込もうとしてますよね。危機を呼び込もうとしてますよね。で、そこも変わらないし、もっと言うと、日々、日本は、これを言うとまた YouTube にできなくなるんであれですけども、例の注射でですね、世界一の接種率です。そして世界一の感染率です。世界一の超過死亡率です。ということは、日々、被害者が出てるっていうふうに普通考えるでしょう。今日も、たまたまですね、私の友人のお医者さんが、もう、有名な、ドクターですね。その方は、私と同じ病気で、自ら、私と同じように調べてるっていう方に、今日、明け方ですかね、彼にメッセージを送っときました。もう、これでおしまいにしますけれども、残された時間は、日本に少ないです。で、僕も、もしかすると少ないかもわからない。だから、頼むから、やめてほしい。もうこれ以上やるんだったら、私SNS でブロックっていうことをほとんどしてきませんでした。ブロックした頭の中に残ってるのはですね、畑雄一郎くんが亡くなった時に、それを悼むツイートをしたら、揶揄してきた、まあ本当に、もう人間として最低の、弁護士さんだと僕は思うんだけど、その人だけですね。あとはもうわざとやってるような人、数人です。でももう頼みますから邪魔しないでほしい。そのことを今日は朝申し上げて、次はですね、デジタル ID スキーム。これ、マイナンバーですね。もうとんでもないことをまたしてますね。なんでこんなことをやるのか、絶対に阻止しなきゃいけないので、次のスペースはマイナンバー。これ、マイナンバー5原則っていうのを私、大臣の時出させていただきました。もうそういうの踏みにじってやってますから、これが何を意味するかということも、申し上げたいと思います。じゃあ、今日の1番目のスペースはこれで閉じます。ありがとうございました。じゃあ、ごきげんよう。